ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。馬事文化応援アイドル桜花の奇跡の成瀬琴です。それでは7月16日最初のニュースです。穴馬気になるせ。はい、こちらのコーナー穴馬気になるせでは、私成瀬琴と一緒にレースの注目穴馬を探していきたいと思います。本日探していくのは7月18日日曜日、函館競馬場で行われる函館記念の出走定馬の中から注目穴馬を探していきます。ダート G1 フェブラリーステークスを制し、芝のレースに参戦するカフェファラオ、連勝中でここが重賞初挑戦となるマイネルウィルトス、前走の函館競馬場のオープン特別を勝利したサトノエルドールなどが出走予定です。そんな中で私の注目ポイントはこちら、持続力6歳以上の2点になります。まず1点目の持続力なのですが、今回洋芝ということでスピードだけではなくスタミナも求められてきます。そして函館の 2000m なのですが、スタートから1コーナーまでは 476m と長くハイペースになる可能性が高いのですが、それに加えてかなり坂もあるので末脚が切れるというよりかは持続する力が必要だなと感じました。そして2点目の6歳以上ということなのですが、函館記念過去10年の馬券圏内に入った30頭を見てみると、30頭のうち15頭が6歳以上でした。それを踏まえて私の注目穴馬、まず1頭目はこちら、ジェットモーションです。今回初の重賞レースに挑戦する1頭です。昨年の13番人気で勝ち星を挙げたアドマイアジャスタも510キロと大型でしたが、こちらのジェットモーションも520キロを超えるがっしりとした馬体になっています。また前走巴賞組が好走傾向にあります函館記念ですが、ジェットモーションも前走巴賞に出走していました。今回洋芝ということでスピード感だけではなくタフさも求められてくるレースになると思うのですが、スピード感とタフさを持ち合わせているように思えますし、2走前に勝利した三方ヶ原ステークスでもまだまだ余裕があるように見えたので今回期待です。続いて2頭目はこちら、バイオスパークです。過去のレースを見てみてもじわーっと長く効く素足を持っているようなタイプに見えました。ロスなくコースを回る力も高いですし、何よりも右回り校舎で右回りコースの副勝率は 61.9% という数字も持っています。昨年に引き続き好走してくれることを期待しています。続いて3頭目はこちら、当選スーリアです。前走の新潟大賞典ではハイペースの中で先行して4着、3走前の中山記念でもハイペースの中で先行して5着とかなり積極的な競馬をしている1頭です。最後の直線叩き合いになった時に足を止めない勝負強さも持っていますし、過去に強いメンバーとも走ってきているので、今回他の出走定馬と比べてみると経験値はかなり高い1頭なのではないかなと思いました。そんな状況に加えて前走と変わらない金量を勝えるのはかなりプラスだと思うので、好走することを期待しています。そして最後はこちら、花津レジェンドです。前走の都大路ステークスでは5着という結果だったのですが、レース内容を見てみると1、2、3、4着の馬は全て逃げ先行という前残りの結果でした。そんな中で後方からしっかり伸びていっての5着なので高評価だなと私は思っています。また過去に洋芝コースでの勝利連帯もあります。レース当日の流れがハイペースになっても、もし仮にスローペースになったとしても適応してくる1頭なのではないかなと思いました。夏の名物重賞である函館記念、皆さん一緒に函館記念を楽しみましょう。以上ネット競馬ニュースフラッシュでした。